詐欺薬についてお話しします。毎日食べる、そして毎日排便する、それが爽やかな一日なんですけども、その爽やかな一日が迎えられない人がいるんですね。便秘に悩んでいる。で、そのような方に排便促進剤として中医薬学では射下薬という分類があって、その射下薬の分類の中にも抗下薬、大王防止、それから準下薬、マシニ、あるいは春下蓄水薬、健五子、貫水、大劇、小陸で、また排便促進の中にそれらの処置なんかもあります。で、ここではこの抗下薬の大王防止についてお話をしたいと思います。大王と言いますと、レウム、タングティクム、パルマティウム、オイキナレ、コレアヌム、この4つのレウム属のタデ科ですね、レウム属の通例根系、だから太い根も含むということですが、通例根系を持って大王としています。で、この起源植物の中に主観雑種という言葉が出てきます。これはですね、武田薬品工業が大王製剤を発売するのについて大王の研究したんですね。で、何十年もかけて、何億円もかけて、そして F1 交雑種、新種大王というものを作り上げたんです。これが含まれます。で、まずこの大王の作用として言われているのは、射下作用、抗菌作用、抗精神作用、鎮痛消炎作用、腎不全改善作用、苦おけつ作用などがあります。で、これら全部についてお話しするのは大変なんで、この苦おけつ作用については血剤のところでお話しさせていただきたいと思います。それから腎不全作用は、これはですね、腎臓の水分ろ過を下流させることによって負担を軽減させるというような意味があるんじゃないかと思います。で、これについても説明はしません。それから抗菌作用というのも、これは古い時代、自然の中に抗菌活性成分がないかというので、大きくスクリーニングされた一環の一つなんで、これも今あまり重視することではありません。そこで大王の作用としてお話しするのは、当然射下作用、これはもう元々の作用と、もう一つ抗精神作用があります。で、これは最近明らかになって、かつ注目されているものです。で、これとこれについてお話したいと思います。まず歯石清下剤としての大王ですけども、センノサイド、これが大王の成分なんですが、このセンノサイドというのは西洋生薬の下剤のセンナというものがありますが、それの有効成分がセンノシド。これセンノシドと言ったりセンノサイドと言ったりするのは、これは同じものなんですけど、ちょっと読み方が違うということです。私はセンノサイドが好きなんです。センノサイドって言っちゃいますけども、センノサイド類の代謝物、これがセンノサイドが分解されてレインアンスロになるんですけども、これが筋肉、筋層を刺激して PGE2 を分離させます。そうしてそれが消化管の平滑筋を刺激して収縮し、便を絞り出せるという形になります。これを、図で書きますと、これが線の人で、これが2つに、腸内細菌で2つにされます。で、ここが2つにされるとレインアンスロンという形になりますが、これによって PGE2 が有利され、平滑筋、消化管平滑筋が収縮するんですが、この大王は感謝性の剤ということで分類されています。肝の性質があるということは、冷やす性質があるということで、冷えているときは良くない。射の性質は実を射するんですから、弱っているときは良くないという意味で、冷え性や胃腸虚弱者などが大王を服用すると、冷えが強まって激しい腹痛がします。冷えの腹痛をします。それからが脱力します。そういうことがあるので、このような冷えがある人、胃腸虚弱な人、弱い人は大王を禁忌としています。また
レイン・アンスロンは先ほど PGE2 を有利して子宮平滑筋、子平滑筋を収縮していると言いましたけれども、この PGE2 もともとは羊の子宮を収縮させる物質として見つかってますから、子宮を平滑筋も収縮するんです。ですから代用を飲むことによって流産する可能性があります。また母乳に溶け出すということがあります。授乳中のお母さんが便秘で代用を飲んだ、ところがその成分が母乳に入ってきた、そして乳児がお乳を飲んで下痢をしちゃうということなんですね。そうすると別に乳児に何も与えてないのに下痢したんでびっくりしますけれども、実は代用成分が移行したということです。でこれについては日本のある臨床系の大学が確かにその通りだという法文を載せたのと、別な大学はそんなことないよという裏表の法文が出てます。しかし中国系の家庭医学の本には、大王は妊婦や授乳婦が飲んではいけないとちゃんと書かれているので、これが注意すべきことだろうと私は思います。でこのセンノサイド、一つは80度以上で分解失効するという点なんですね。これが非常に大きな点になります。というのは大王の煎じ方に問題が出てくるんですね。でそれを先煎大王と御煎大王と分けて言いますと、先煎大王というのはこれは一つの処方の中で大王も含まれてますが、大王も含まれていても関係なく普通に煎じますいうことなんですね。ただまあ一部には大王を大きく切りなさいというようなことは書いてるのもありますが、基本的にはもう他のと一緒で普通に煎じなさい。でそれに対して五煎大王というのは他の生薬、一つの生薬大王だけ除いて他の生薬を煮詰めて、煮詰まったら火を切って、それから大王を入れて成分を抽出しなさいという意味なんですね。すなわち五煎大王は80度以上の熱を加わってない、分解失効していない。先煎大王はもろ80度以上の熱を加わってるから、煎のサイドは分解ほとんど失効しているということになります。そこで先煎大王はと五煎大王は、大乗気とインチンコとサイコカ流骨ボレートなどはこれは初めからクツクツと煮なさいということなんです。すなわち煎のサイドは分解してますよかなりというところになります。で五煎大王は80度以下になってから加えて抽出してるから、煎のサイドはちゃんと溶け出してますよ、すなわち刺激性下剤の役割はありますよというのが東角蒸気筒、大王ボタンピド、お土筒なんですね。この遮蔽活性成分、線のサイドの分解失活ですが、それ以外にもう一つプロトアントシアニジン RG タンニンと言われるものが見つかったんです。これですね、これが大きな役割を果たすようになるんです。先線の意味、このタンニンが溶け出すっていうのは先線五線にも大差なく溶け出すんですけども、昔このタンニンは示唆作用があるんだ、すなわち大王は便秘の時にも使うけど下痢の時にも使える、その下痢の時に使えるのはタンニンが役に立つんだよということを言われてたんですけど、どうもこれは怪しい、別の意味があるということが分かったんですね。この RG タンニンの作用、それは精神安定作用なんです。でこの精神安定作用っていうと錐体外露系にどういう作用をするかというのはものすごく問題なんですね。錐体外露系に作用すると筋肉の働きがおかしくなって、車の運転だとかそういったもん、反射神経とか反射運動とかそういったものが低下するんで車の運転できないとかいろんな問題が起こります。ところがこの RG タンニン、精神安定作用はあるけれども錐体外露系の作用はしない、すなわち他の合成新薬の精神安定作用とは違うんだということになります。
そこで五線、線の細度が残っている等価経と大王牡丹皮とあるいはお土等などは線の細度の射撃作用があって、苦お血作用ね、あるいはお土等の字、このこれについてはちょっと後あの血剤のところで話しますが、苦お血作用なんかが、五線大王の役割、これは線の細度が残っているからなんですね。でそれに対して線線の方は最後か龍骨亡霊刀とか、これは、上気というのはこれ気を巡らせるという意味になりますが、大王の RG 単位の精神安定作用が生きてくるということなんで、これ完全な精神安定剤ですけども、この精神安定作用が生きてるんだということになります。そこで大王を考えるときに、大王の根系の切片、ここに異観測がこういう文状に現れます。この文状を金文、つむじ文を金文と呼んで、こういうのがあるのを金文大王と言います。でこの金文大王は古来から御線で下剤として使う時にはとてもいいものとされてるんですね。金文大王はこういう産地が書かれてますが、で名前がありますが、この金文系五線をするときは金文系だよということなんですね。それに対して RG 担任の先生の場合は画王の方がずっといいんですね。ですから画王系の担任、こういうものは RG 担任を生かしたい、すなわち先線大王の時に使うといい。画王は初めから煎じて担任をたくさん抽出させ、線のサイドの方はちょっと抑える。それに対してこちらの方は線のサイドは重視ということなんですね。そこで線線大王、五線大王を比べたときに、先ほども出てきましたが、線線大王は大蒸気と陰鎮庫と最古化流骨亡霊刀、こういったものは RG 担任を重視している。五線大王は等角蒸気と大王牡丹皮とお辻と、これらは線線大王を五線大王で、線の細度の差働きを期待しているということになります。某書、これはですね、普通腸な水に溶けて浸透圧が高くなる、だけども消化管から体の中に吸収しない、だから水分を抱えている、そしてそのままずっと流れていくから便がそれによって柔らかくなるというのが膀胱の働きになります。膀胱性、便を膀胱さすんですね。でこのように腸管内容物、糞便が膨張して腸管内に機械的な刺激がかかる、ぶわっと膨らんだ腸管は糞便は腸管を押すわけですね。押し広げる、すると腸管の方はそれに反発してぐーっと縮みますから排便するということになります。で、こういった硬い糞便がありますが、膀胱はこれらに入り込んでいく、すると便がうるうるとして大きくなる、するとそれによって機械的に押し合いあいっこになって腸管がぐっと絞り出すということになります。でこの膀胱なんですけれども、問題があるんですね。日本では膀胱は硫酸ナトリウムと硫酸マグネシウムの2つ議論が分かれている。この長崎に硫酸ナトリウム、いわゆるグラウバー塩という名前で硫酸ナトリウムが渡来した時に、それを見た宇田川陽庵という蘭学者がですね、これは中国から膀胱という名前で来ている漢方薬と同じだよ、すなわちグラウバー塩は膀胱だよ、硫酸ナトリウムは膀胱だよと宇田川陽庵が決めた。そしてマグネシウムの方はシャリエンという名前にしたんですね。ところが膀胱は硫酸マグネシウムと確定したんです。それは昭和、硝素銀の漁物を分析したんですね。硝素銀の漁物の帳面にはですね、ここに膀胱と書かれる。この膀胱は何ぞやと言って科学的に分析したら硫酸マグネシウムだったということなんです。すると膀胱は硫酸ナトリウムと宇田川陽庵が決めたけども、
実際に薬物としてトライしてたものは硫酸マグネシウムなんですね。東大に薬として入ってた某硝というのは硫酸マグネシウム、この硫酸マグネシウムを硫酸ナトリウムだとグラワ塩と同じだと思ったところに間違いがあるわけです。東大の薬物某硝、これは硫酸マグネシウムだというのが昭和の研究で決定になった。ところが無水硫酸ナトリウムをグラウバー塩を某硝と呼んじゃったから硫酸マグネシウムは斜里塩ということになって、ナトリウムとマグネシウム、確かにこれの酸化物のマグネシウムイオンとかナトリウムイオンというのは消化管吸収はこの塩型になっている時には大差なくて物性もよく似てるんです。だけども薬学では某硝は硫酸ナトリウムと、このことからですね、硫酸ナトリウムを某硝と言ったもんだから、ずっと薬学の中では某硝と言って誤解があるんです。だから我々も某硝と言ったら硫酸ナトリウムのことやと、もうみんなそういうことになってたんです。ですから漢方薬のエキス剤をお作りになるメーカーさんは処方を見て某硝って書いてあったら硫酸ナトリウムでいいやと言って硫酸ナトリウムを配合してるんです。もちろんその時にはこれ分かってた、マグネシウムというのが分かった時代があるんですよ。分かってるんだけども、硫酸ナトリウム、薬学では硫酸ナトリウム、某硝硫酸ナトリウムってそのまま通したって、で硫酸ナトリウムを配合した。ですから今の漢方エキス製剤のほとんどは某硝と言って硫酸マグネシウムじゃなくて硫酸ナトリウムを配合しているんです。で、硫酸ナトリウムはナトリウムイオンが多く含まれるんで、高血圧だとか心臓病、腎臓病などですね、その塩分摂取がいろいろ制限される、いろんな口に入れるもののナトリウム、カリウム量なんかをよく測定しなきゃならないような人がいます。そういう人についてはその某硝についてちょっと注意がいるんですが、一方酸化マグネシウムは塩類下剤として使われてますが、斜里塩ですね、斜里塩ですから塩類下剤として使われてるんですけども、マグネシウムイオンもですね、呼吸抑制とか意識障害、不整脈、心停止など、そういう高マグネシウム結晶を起こす可能性があるんですね。ですから硫酸マグネシウムでもやっぱりじゃあ全部これでいいんだというわけにはいかない、古典的にはこうだからこっちがいいというわけにもいかない。そこで考慮すべき課題ですね。本来の漢方処方薬の某硝として硫酸マグネシウムをつけるべきなのか、硫酸ナトリウムでよいのか、あるいはどちらが使われてるんだと、エキス剤を使うときにどちらも某硝なんだということを知らずにいるというのはちょっと困るというふうに思います。で、内容は感謝性で刺激性、某硝は浸透圧の下剤、すなわち某硝はうんちに水分を入れてブヨブヨと膨らませる、大王は消化管を刺激して絞り出す、こういう役割ですね。で、大王某硝を一緒に配合することもあります。余談ですけども、杞術香木というのがあるんです。これ杞術ですけども、これね、硬い薬剤は硬いものを緩めるという働きがある。これホメオパチーですね。黄色いものは黄色いもの、硬いものは硬いものというような感じのホメオパチーの考え方ですが、この杞術は未熟のみかん科の果実なんです。で、硬い硬いんです。ですからこの硬いもんが硬い便を緩めるだろうということで、大王某硝と杞術香木は一緒に使うことがあります。大王とこれを併用したものとして腸異常気筒、大腸気筒、大王ボタンピ筒、等角上気筒、防物質、こういったものはこういったものが一緒に入っていますけれども、それはそういうホメオパチー的な役割があります。
純下薬のマシニ、それから春下畜水薬の健吾子、貫水、大義、それから勝利がありましたね、そういったものも、あります。これらについては、西洋医学的な用途は大王は単に射下剤ですけども、漢方医学的には射下剤として重視する場合と精神安定剤として重視する場合で、それぞれ例えばこの製剤作るときは蛾王で入れましょう、このときには金門を入れましょうと、わざわざ注意している会社もあれば、そんなこと無関係、安い代用なら何でも極王代ならいいでしょうというところもあるように聞いています。ですから、こういったことをついて漢方医学的用途の多彩さをよく把握しておいていただきたいと思います。それから漢方処方的に用いる防止はどちらか、これも大きな問題が未解決のままあります。大王、防止だけでもいろんなことがあります。こういったことをぜひしっかりと把握していただきたいと思います。多くの問題が、そして他にもいろいろあるんです。より良い医療のためにぜひいろんなこういう問題を考えていただけたらいいかと思います。